予報センターより台風26号に関する最新の情報をお伝えしていきます。まず現在の台風の様子、衛星画像から見ていきましょう。こちら現在の衛星画像の様子です。日本の南の海上にあります、こちら台風の目がはっきりと分かりますけれども、こちらの雲の塊が台風26号となっていまして、現在西寄りへと進路を進んでいる状況になっています。この後の台風26号の最新情報、台風チャンネルから見ていきましょう。台風26号、15時現在には暴風域を伴いながら非常に強い勢力で西の方向へ時速 20km で進んでいます。中心気圧925ヘクトパスカル、最大風速50メートル、最大瞬間風速70メートルとなっております。現在すでに非常に強い勢力まで発達しておりますが、こちらの勢力を保った状況でこの後もさらに進路を西寄りへと進んでいく見通しになっています。29日の午後にはフィリピンの東の海上まで、さらに31日頃にかけてはフィリピン付近を通過していく可能性が現在は高まっているといった状況です。ただこのフィリピンを通過していった後がまだ進路としては非常にブレ幅が大きくなっています。大陸方面にそのまま進む可能性もありますし、東の方向へと進路を変えていって北上してくる可能性もまだ残されているといった状況です。特に沖縄付近に関しては明日から次第に波が高くなってきますが、月末にかけてはこの台風の進路次第によっては、今後の予想が変わってくる可能性としては十分にありますので、最新の台風26号の動向を随時確認をするようにしてください。以上、予報センターから台風に関する最新の情報をお伝えしていきました。